チストッキングのような空の下、星1。内容的には闇金牛島くん、底辺高校に通う気象三浦とヘリクツお化けのひろゆきが認知バイアスとか空気感に押しつぶされる社会に対して、そんな認知バイアスなんかクソだと抵抗する漫画。最終的に認知バイアスとか空気感に下った生き方ができる奴らがうまく生きられるんだろってなる部分がよく描けており、2チャンネルを作って当てることができないひろゆきはどうなるのかがよく描けている。こういう得意個体は一発当てられない限りほぼ底辺に落ちるしかないので、ダーウィン事変で当たりをつけた漫画家の漫画だが、この漫画は暗すぎるし闇金牛島くんのようなエンタメ性がないのでクロートにしか刺さらない。そこを暗い要素をエンタメに昇華したダーウィン事変までシナリオを変更することに成功した編集家本人の実力かは謎だが、軌道修正できた部分はディモールトでね。この短編集の漫画のテイストだと多分大ヒットは無理なので、画力もクソ高くて認知バイアスはクソだって部分がエンタメに昇華できてないからなので、例えば自然現象の説明に倫理規範を持ち込むのは未開の蛮族の特徴、お前ら全員獣飼って生贄でも捧げてろとかいいこと言うのぜ。絵柄もクソ綺麗だし、人族のメスの裸を不快に描けるクソ高い画力も持ち合わせているんだけどね、ハッピーエンドまで持ち上げない。キモさや認知バイアスってクソだって部分をスカッとするように表現できないって部分が頭一つ飛び抜けることができない部分だって書がよくできている。クソ面白い漫画。漫画家目指す人族はこの漫画とダーウィン事変を比較するといい勉強になると思うので、